はい、どうもお久しぶりでございます。358でございます。2015年がですねもうすぐ終わるんですけれども、そろそろですね僕もこの YouTube 投稿を始めて、ちょこっと経つんで、2015年の総括なんかを早めにやっちゃおうかなというふうに思っております。ランキング方式で、自転車もそうですけども、そういういろんなオールジャンルでいきましょう。今年はですねなかなかすごい年でございました。正月から始まってですね、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、そして12月と、こう来たんですけれどもですね、まずランキングでいうところのトップ5、5位からいきましょう。じゃん。まず5位ですね。5位はこれはですね大変痛い話になりますね。痛い話が苦手な人はちょっと飛ばした方がいいかもしれません。今年の、3月でしょうか、左手の人差し指を、ちょっと落としてしまいました。削ってしまいました。こう見てもらうと分かるでしょうか。こんな感じでね、ここの部分ねちょっと足りてないんですね。これ電動のこぎりでちょっと切ってしまいましてですね、これがですねいやかなり痛かったですね。こう指先を縫われるっていうのはね本当に痛いことですよ。そういうことがねこうありまして、ここはちょっと足りてないこれからの人生を送るんですけどね、そんなに不自由はありません。で第4位、これもねなかなかやってしまった話なんですけどね、ちょっとうちの近所で地域でも有数のですね有名なお祭りがありまして、ここにですね僕は出たわけです。でそれがですねちょっとふんどしを巻いてこうわっしょいわっしょいやるような祭りなんですけれども、こうお酒がですね日本酒がこういろんなところにこうちょっと練り歩くところの湯のところにこうお酒が置いてありましてですね、これをこうクックッとこう寒くなってきたら、裸なんでね寒くなってきたらクックッと飲みながらこう行くんですけれども、飲みすぎてしまいまして、緊急入院をしてしまいました。これはいかんですね。恥ずかしいことですね。大人としてはもう恥ずかしいこと、これはやっちゃいけないことですね。そういうことが今年の2月、3月、この辺に。で、これは痛いニュース。今2つに痛いニュースを続けたんですけれども、次は普通のニュースで第3位。自転車を始めました。これはですね、僕の人生にとってこれから大きくですね、幅開きそうな、幅が広がりそうな、そういう予感がしております。新しい出会いが、そこにね、その自転車を通じた新しい出会いがあったり、その自転車を通じてね、自転車をこうやって磨いたり、いろんなことをいじぐったりして、新しいインパクトをいただいております。本当にありがたい。そして今年の第2位、これはですね忘れるわけにはいきませんね。ここにですね2015年モデルの、ウィリエールの GTR っていうですねロードバイクがこうやって手元にございます。まだ売らずに置いてあります。これを何したかっていうと、ここのですねここの部分、それからここのですね裏側のこの部分で、反対側もですねよいしょ、こんな感じでねこの辺のところに、クラックが入っております。これはですね買って間がないんですけれども、この GTR は引退をいたしました。というところで、今回の今年のですね、2015年ランキング2位は買ったばかりの、ロードバイクを廃車に追い込みました。再生が今のところは、できるという話を聞いておりますが、そこには至っておりません。これもね悲しい話でございますね。本当に買ったばかりに正直ね30万ぐらいしてますんでね、これを1ヶ月ちょいでぶっ壊すとは思わなんだなっていうところが本音でございます。そして、今年のランキング第1位、交通事故に遭いました。人生が変わるぐらいの交通事故に僕は遭いました。これがですね今年の5月のゴールデンウィーク明けでございました。つまりずっとねバイクを僕は乗ってて、そのバイクもね PCX っていう原付2種の結構ねいい感じのバイクだったんですけれども、僕はこれで走っておる最中にですね、
これ通勤中だったんですけどね、突然車がですね気持ちよくゴブゴブーと走る、ブーと走るところを気持ちよくグッと来たんですね。うん、こうやってね僕がこのバイクでこうやってブーと走ったんですよ。したらねこの後ろから車がですねブイッと来たんですね。ブイッと来たっすよ。したらばゴンですよね。まあそれでのどうなったかっていうと、まずあの僕の足がですね気持ちよく骨折をしました。右足なんですけどね、で気持ちよくこの大きい骨と小さい骨と2本あるんですけど、これ両方ともねバッキリいきまして、まあ、再生が厳しいということで、この中に、チタンのこの棒がねこうずっと入った感じです。多分何かの弾みでこういろいろと足をついた状態でぐるっとこう足をこうついた状態で体がくるんって回ったんですよね。なんでこの足のねこの部分っていうんですか、この辺りがもうねオール折れまして、これが未だにですねこの5月に事故をして未だにまた治りきっておらず、むしろ歩きにくい状態がまだまだ続いております。だからねそれで自転車に乗ってるっていうのもあるんですけどね。で、それに飽き足らずですね、体の中ではいろんなまあいろんな高エネルギーなんとかっていうね高エネルギーショックみたいなものが走ったらしくですね、僕の腰とあと首と、うん、それからですね、まあ、下半身の神経ですね、これがちょっと傷んでおります。いや痛かったりしびれたり、もう困ったもんですよ。そういうところでね本当にこれもう出し切って来年を迎えるために今話してるっていう感じで、いや本当にね事故にはくれぐれも気をつけた方がいいですよ。本当にバイクの事故ね、自転車にしてもそうですけど、うん、くれぐれも気をつけた方がいいです。というところでね、今年ランキング2015ですね、ベスト5、痛いことがねとっとっとっと続いたんですけど、まあ自転車ありますしね、新しい趣味もこれから出てくるでしょうし、まあ皆さんね共にいい1年、来年はねいい1年にしていきましょう。とはいうものの、もう一回ぐらい今年更新するかなっていう感じです。自転車乗りの皆さん、そしてこの YouTube を見てくださる皆さん、本当にいつもありがとうございます。来年もですね、一つ358 TV よろしくお願いいたします。なかなかの一年でしたね。来年はいい年にしましょう。それでは。